ティタノケラトプスがラングストンらによって発見された。発掘された標本はその後オクラホマ大学に保管されていた。1995年にオクラホマ自然史博物館にてクリーニングが始まり、アマン1165とされた標本は1998年にペンタケラトプスステルンベルギの大型個体として記載された。ペンタケラトプスとして修復された。 頭蓋骨は2.65メートルの長さで、地上の脊椎動物において最大である。体重は6.55トン、全長は6.8メートルと推定され、これはトリケラトプスやトロサウルスと比較する巨大さである。フルートランド層上部ないし、カートランド層下部の両層間の境界は、非常に厚いが、元の産出場所はすでに失われているため、 ティタノケラトプスがどちらの地層に属していたのか確かなことはわからない。どちらにせよ、カンパニ、アンコウキには違いない。その後、イエール大学のロングリッチによる調査で、アマン1165は比較的長い噴部、美角やフリルの形状など、基地のペンタケラトプス属とは異なる20の特徴を持つことがわかり、ロングリッチはペンタケラトプスよりも、 トリケラトプスと似ていることを示唆し、トリケラトプス族の親族新種、ティタノケラトプスオーラノスとして再記載した。俗名は巨大な頭からギリシャ神話のティターンにちなんでおり、またもシキシティウラノスの種称名は、ティターン族の父であるウーラノスに由来し、勇敢という意味も含んでいる。しかしロングリッチが提唱した特徴は親族を設立するほどのものではなく、 トリケラトプスに似ている点は、アマン1165の体サイズに起因するものであり、さらに本標本は、ツノ類の同定で重要とされるフリルの大部分を書いているため、ペンタケラトプスから独立させる根拠に乏ぼいとの主張もある。一方、ホルツは2012年に、ティタノケラトプスはペンタケラトプスではなく、エオトリケラトプスとオホケラトプスに、 極めて禁煙であるとし、おそらく、それら三族は全て同族、すなわちシノニムであると指摘している。ありがとうございます。